8月31日スイスイスマイル水曜日20時を回ったところです。大阪市淀川区東三国から FM 姫を電波ジャック、パンクロックで電波ジャック。日曜日にね、大須でねマイチックスのねライブやってきまして、遊びに来てくれてみんなありがとうね。台湾もね、A バンドばっかりね、演者もね、楽しめたかなと思います。楽しみました DJ 脳みそデスロイパクンです、よろしくですね。ブラックマーケットの関係者とかさ、シロフとかさ、フェイスのね、みんなまでね、顔を出してくれてね、嬉しかったです。セミさんもね、ありがとう、ね、ほんでね、栄にあるね、ホテルにね、泊まったんだけどね、安い。2人でね、2人の部屋でね、2人部屋でね、4600円ぐらい。1人でも600円ぐらいだからね。ほんでね、2人ともね、その2人部屋でね、2人とも朝食付きなんですよ。ね。で、名古屋ってさ、そのモーニングのセットとかも量が多いのが有名やんか。だからそういうね、なんかサービス精神旺盛なんかなと思ったけどね、そんなんめっちゃ損やんか。4700円だで、朝食付きってことはまあ1000円近いんだけどな、2700円、まあ3年ぐらいで2人泊まってるような感じ。すごいよね名古屋ね。ね、そのね、名古屋なんですけどもね、今年はね、もうライブがないんですよね。行けないんですよね、寂しいことですね。で、今週ね、9月3日、ね、土曜日はチャーリーとパンクロック工場がね、オースであるんですね。で、来週9月10日土曜日ね、タイトロープでね、フェイツのね、ラストギグがありますね。ラストギグね、もう毎週なんかこう、名古屋に来た感じなんですけどもね、フェイツが終わるし、夏も終わるのかなと思ったら泣けてきますよ、ほんとね。8月の最後にこの歌で最後の夏を感じようと思います。ペタバンドで電波ジャック、夏の空色。
しなくても時は流れてゆく誰かの言葉に汚され ガキども早朝ピストンズで No Way でした。ね、皆さん爽やかなこういうパンクロックサウンドを楽しんでいただけてますかね。やっぱこういうのってやっぱりこう出だしにいいよね。この番組の最初の方に何ちゅうかな、この番組聞いてる方ってさ、パンクスだけじゃないよね、うん、だからこういう爽やかなところから入ってもらってパンクロックの方に入ってもらったらいいんじゃないかなと思ってますよ。パンクってね、こうジャンルはそう幅広いからね、好きになるとね飽きないんですよね。ポップなもんからハードコアとかね、スキン、レゲエ、スカ、メタル寄りのもんがあったりとか、デジタルとかね、デジタルのおっさんとかもあるけど ね、そういういろんな音楽が楽しめるわけなんですよ。パンクロッカーのねルーツっていうのはみんなね様々ですからね、うん、魂とか生き方、ハートとかね、そこがパンクならパンクなんすよね。だからね、なんかもうそういう意味でいろんなパンクをこう聞いてほしいなと思います、ね。まあ、パンク人口が増えてくれたらいいなと思ってね、この番組やってるわけなんでね、みんなで電波ジャックしましょうね。ハッシュタグ、ハッシュタグね、ヘルスパンクつけてなんかつぶやいてください。なんかね、
熟女クラブもつぶやいてみようなんでお願いします。それではね、次なんですけどもね、レゲエスカ寄りのね、ほんでハートがねパンクな野郎どものね、ザ・シクシーナイン・ヨブ・スターズというバンドがあるんやけども、今度ね9月4日日曜日にね高円寺ザ・クルーラ館でね、ランキンタクシーさんとライブですね。ここはねアイシュパブみたいなんですけどもね、もうやることがいちいちおしゃれやね、なんかね大阪とはちゃいますやっぱりね。でショップの方はねネバートラストが入っております。 DJ はヨッシー、オープンスタートは17時、アドバンスチケットは1000円ですね。でワンドリンクですね、別ですよ。東京住んどったらね間違いなくね遊びに行ってたんですけどもね、ザ・シクシーナイン・ヨブ・スターズで電波ジャック、エンジェル・ウィズ・ダーティ・レゲエ。あれやね、おしゃれ、うん、レゲエとかスカはね俺好きなんやけどね、そういうバンド、レゲエスカバンドに入ってこないよね。やっぱ聞くんとねやるんはちゃうからね。俺はオイとかブリティッシュパンクよりなベースなんだな、これがね。何でも弾けるわけじゃないね、ちゅうかそれしか弾かれへんねんけどね、今はそれも弾かれへんねんな、なんかちょっと不自由してんねんけどもね。はい、マイチックスのねギターのケンちゃんはねスカーバンド、ドーベルマンのメンバーなんですけども、そのドーベルマンはね日曜のアンリミッツでねマイチックスと共演しました。イーストベイとね大阪城野音でイベントやるんですよね。やるんならやらねばっていうイベントですね。10月29日にイーストベイ、30日がねドーベルマンなんですけどもね、曜日がちゃうけどもね同じイベントに出演ということですよね。うん、でね、スカバンドですよって言ってねイーストベイ言ってましたけどね、そのパンクロックね、やっぱりねスカには全然収まってないかっこよさがありましたね。でもスカが好きっていうのはすごいわかります。歌詞にねしくりじるなよルーディーって歌ってるね、そういう魂にねセンスを感じます。イーストベイで電波ジャック。
Don't try too hard。日曜日のね、オースアニミツですけどもね、ウルフ&ザ・グッドフェローズね、出てましたね。リハ終わった後で、あのオースカーノンの横にある焼き鳥じゃなくてね、焼き豚、焼き豚っていうのかな、そこで飲んでたらね、静岡なんか入ってきまして、横の席やったんでね、久しぶりにいろいろ喋ったわけなんですけどもね、まあ、静岡君とはね、ニューローティカからの付き合いなんですけども、静岡バンドとかね、ケイゴ君のバンドにね、対バンしたりしてたんでね、仲良くしてます。で、ベースのね、秋はあのライダースのね、ウキとね、アウトセブンティーンかなってバンドやってるよね。ほんでね、あの大阪やったらね、もうこのアウトセブンティーン見に行くんですけどね、来ないからね、来いよな、ウキな。で、ドラムの子はね、あのグッドフェローズ以外はしてないんかな。ドラム叩くしね、行こうやからね、また一緒に飲みたいなと思います。それでは、静岡バンドで電波ジャック、暴走列車。
ソ言うてんねん。静雄くん、恐ろしい歌とったの、歌っとんねん、これあかんよ、まあ、はい、このね、あ、この時間のアンリミッツなんですけどもね、解散宣言をしましたね、フェイスのね、あの、アンナちゃんとね、メグちゃんが遊びに来てくれましたね。こう、すごい嬉しかったですよね。なんかこう、俺じゃないな、あの、毎日とのね、友情感じました。俺じゃないね俺のね、ハゲの友達とか、まあ結構おると思うんやけどね、名古屋もね、ハゲのやつね、全然来てくれへんねやんけ、ほんま寂しいわね。はい、フェイスはね、9月10日土曜日、名古屋タイトロープがないラストギグですね。行きたいね、行きたいな、誰か連れて行ってくれよね。フェイスのみんなね、多分来週にはね番組の方にね、声のお便りをくれると思いますけどもね、多分ね、ほんまに楽しみに待っといてくださいね。それではフェイスでね、電波ジャックしようかと思います。恋の現実逃避行、ああ。
それが君と知るとき彼岸花がとても綺麗に咲いてて笑った。いつまでもうずくまって飛ぶ鳥を眺めてるだけじゃ、君といるとき光り刺さず追い込む気持ちは彼岸を抱いた。君は君は君は幻想、私は誰と踊り続けてる。飛ぶ鳥を眺めてるだけじゃ、君と知るとき彼岸花がとても綺麗に咲いてて笑った。いつまでもうずくまって飛ぶ鳥を眺めてるだけじゃ、君といるとき光り刺さず追い込む気持ちは彼岸を抱いた。君は君は君は幻想、私は誰と踊り続けてる。クリームでウジウシ、ケイゲスで青いヒガンバナでした。かっこいいね、ヒガンバナ。今日はこれこういうの、このでもこのなんちゅうかな、でもこのイントネーションっていうのかな、それがさ、なんかあの YouTube でなんかゆっくり解説レイムかなんかいうのあるやんか、あれのイントネーションみたいよな、ヒガンバナがみたいなんかな。まあ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 そんな感じなんですけどもね。それではね、ライブイベント情報、ヘルシースマイルパンクロッカーのラティーノからのタレコミ。ジェットボーイズ 2days ね、1日目パンクアカデミックナイト遠征バージョン岐阜編、9月3日土曜日岐阜柳瀬 50cm ジェットボーイズザ・セクト涅槃ニルバーネね、涅槃仏教徒でしょうかね。そして UKKY ね、そんでパンケークスね、 DJ はメルメルね。2日目パンクアカデミックナイト、ジェットボーイズリターンマッチ編、ね、9月4日日曜日ですね。オープンは18時、スタート18時半、前売りは2500円の、当日3000円のワンドリンク別ですね。審査は資金コーラ、ジェットボーイズ、野良一味このね、野良一味はね、俺はずっとね野良味と思っとってねだから今もねちょっとね、どっちやったっけなと思って、野良味やったっけなとか思いながらね、どんな味すんねんと思いながら言うてましたけどもね。そして GX61 with 真由美ね、かっこ三重の方ですね。そしてザ・ケーブス、
そしてザ・クール・オペレーターズ、チャック・イット・デイジー、結構みんな難しい名前やな、なんかな。 DJ は大義で、藤井やね、藤井ちゃん矢印になってんな、知らん間に。藤井ちゃん、藤井どれぐらい飲むかわからんけどね、そういうことです。それではジェットボーイズで電波ジャック、マイウェイ。だと思いでしょうが、ちょっと言わせておくんない。正直者と弱い者がバカを見る。そんな世の中じゃ真っ暗闇じゃござんせんか。どうなんだい、そこんとこはっきりしない。
ドスマン教え傷だらけの人生者、ドスマン教えですけども、11月4日金曜日にね、ビッグキャットでね、ビッグキャットでねワンマンするんですよね。すげえですよね、かっこいいですね、もう話変わりますけれどもね、今日でね、ヘルスマパンクシーズン2が終わりでね、来週からシーズン 3がね始まるんですけどもね、まあまあなんとかね丸2年やりましたけどもね、途中ねやっぱりこう脳出血でね入院しとったわけでね、毎日とね高翔が代打やってくれまして、 DDA をねやってもらってね、なんとかこの番組続けていってるんですけどもね、はい、毎日高翔、このね番組を聞いてくれているみんな、ほんまにありがとうね、感謝してます。うんね、感涙がねなんかね、うん、まあそのヘルスマパンクのねオムニバス CD をね出してくれましたレーベルね、ホーンテッドハウスにも、ね、感謝しておりますよ、それはもちろん。そして FM 姫のねこうみんな局長もね、ほんま含めて感謝しております。ね、こういうね、まあ俺はねこのパンクの業界をこうね盛り上がったらいいかなと思ってやってるんですけどね、そういう志を持ったね後継者がいたらね、またその人に託していいんちゃうかなと思ってるんですけどもね、まだね現れてないのでね、そういう人がいたらね、これからもこれがねよろしくと思いますよ、よろしくですよ、我ぞって思う人だったらね手挙げてくださいね、ね挙手してよ、はい、そんな感じでやっておりますけれども、ねシーズン2の、ね、最後はね仲良くさせてもらっているねシュートン前かしね、かしくんね、でモッキーのねフォークニット、知らず知らずでお別れしたいと思うんですけどね、知らず知らずで電波ジャック幸せ探し、
して手前で待ち伏せて、そわそわドキドキ路地に隠れ、偶然装い声かけた、彼氏いますか、はいいます、そっと懐かしい悲しやあのバス停、学生たちが今日もまた青春時代の真ん中で、好きな誰かと LINE から今日もちょっとの優しさ初めて50と6年パンクロックが大好きで、ギター片手に明日からも、今日の友は明日の風、今日もちょっとの優しさ感じたら明日もちょこっとの幸せ探しに歩こう、幸せ探しに生きよう。見つかりましたか探しようか、幸せですか、ユージ幸せですか俺はね、今幸せなんですけどもね、まあ好きな人だとね、音楽やって好きな人だとね、好きな音楽ね、ラジオで盛り上がってね、酒くらったりしておりますからね、幸せですよ、ね、その、まあちょこっとの方かもしれない、幸せです。人とね、なんか比べなくてもいいんですよ。人と比べてどうすんねんとかね、自分の幸せやからね、人と比べる必要なんて全くありませんね。皆さんね、自分の人生ですよね、自分で切り開いていきましょう。はい、シーズン3はどうなのかな、ユージの電波ジャックとかあんのかな、あんのかな、ないわボケ。それではまた来週もね、シーズン3で会いましょう。 See you next week! さよなら、さよなら、さよなら。